はい、よいしょよいしょと出てきました。さあ、もうちょっと真ん中まで行こうかな。よいしょ、そこでね、そこで止まらない。はい、頑張って。よいしょ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 。はい、もうね、泉ちゃん人生最大の体重ですからね今。はい、もうちょっと頑張って。よいしょ。はい、じゃあみーちゃんはね、拾ってきてくれてるので、みーちゃんバイバイ、ありがとうございました。さあ、それではね、泉ちゃんが頑張っていきたいと思います。さあ、前を向いてご挨拶をして始めていきましょう。はい、こっちを見て、こっちを見て、足を伸ばす。背筋も伸ばし、挨拶できる？しなさい。頑張って。挨拶できる？しなさい、ね。はい、泉ちゃん挨拶できますか？ちゃんとできる？よし、じゃあそのまま行こう。はい、じゃあ気をつけー、メイ。泉ちゃんの可愛いところをたくさん皆さんに知ってもらって、ぜひお友達になって帰ってもらいたいと思います。さあね、お腹をしてますが、すごいところ本当に、ね、たくさんあります。すごいなってね、ちょっとでも思ったらぜひ拍手をよろしくお願いします。頑張っていきたいと思います。はい、さあ、それではですね、まずは泉ちゃんがね、上手にですね、歌を歌いたいと思います。皆さん、ポッポッポ、ハトポッポって知ってますか？知ってますよね。知ってる人手を挙げてください。そんなに手が上がらない。泉ちゃん、もう一回聞きたいと思います。ポッポッポ、ハトポッポ、知ってる人？あ、結構上がりましたね。ありがとうございます。じゃあ大きな声で歌いたいと思いますよ。いきます、せーの。ハチが飛ぶ、聞きたい人、ありがとうございます。じゃあ遠慮なく、はい、ちょっと足を伸ばして、ちょっと足を伸ばして、せーの、ハチが飛ぶ。上手に歌いましたね。ありがとうございます。はい、するともっと一緒に拍手できる。よしよし。はい、さあ、こんな感じですね。歌がね、上手に歌います。モノマネも上手にできます。志村けんさんのモノマネができます。いきますよ、せーの、あいー、うまいでしょ。これだけじゃないですよ、モノマネ。テレビを見ながらね、ゴロゴロする人のモノマネもできます。きっと皆さんも一度はこんな格好でテレビを見たことがあるはずです。おやすみのポーズ。野菜のモノマネをしたいと思います。茶色い野菜って何でしょう？いろいろありますよね。泉ちゃんのこの感じを見て、何の野菜のモノマネするか分かる人手を挙げてください。じゃがいもって聞こえた。わー、泉ちゃん、じゃがいもですか？ありがとう。じゃがいものモノマネまだしてない、泉ちゃんね。はい、じゃあじゃがいものモノマネをします。丸くゴツゴツしてるジャガイモを皆さん頭の中でイメージしてください。さあ、どうでしょうか。泉ちゃんが頑張るジャガイモ、せーの、よいしょ。見てました。ありがとうございます。上手にできました。はい、今ね、歌とモノマネのとちょっと聞いてもらってね、見てもらったんですがね、実はですね、口笛もすごい上手に吹けるので、これもついで聞いてもらいたいと思いますが、さっきの歌の後なんでね、まあそんなにね、信用してくれる人がいないんじゃないかなと思いますが、頑張れる、頑張ろうね、泉ちゃんね、集中していきます、せーの。どうですか、いい音が出るでしょ。ちょっと音が変えれるんです。すごいでしょ。もう一つあります。ありがとうございます。今回はね、本当に上手に吹けるんですよ。さあ、それでは今度はですね、ご飯をさっきからずっと食べてるのでね、その得意技をね、ちょっと見てもらいたいと思います。さあ、後ろにですね、ホースがあるんですが、これを使ってね、お魚を一気につるんと食べたいと思います。これがですね、泉ちゃんすごく上手なんです。頑張っていきたいと思いますよ。さあ、どんなお魚食べてるんで
るかというとですね、ホッケとかですね、それからねイカナゴっていうお魚とか、さあそれからですねシシャモなんかも食べてます。はい、シシャモがね泉ちゃん一番大好きなんで、このホースの先にはシシャモをセットします。結構長いですねホース。ちょっとちゃんと起きてくれる？そう、うん、そうね、今日天気がいいからね、ちょっと眠いよね、頑張ってね。はい、さあそれじゃあお魚をセットします。ホースの中をよく見ててくださいね。いきます、せーの、吸って、おー、はい、この中で吸い込んでいきました。もう一回いきます、せーの、待ってって言うと待てます。引っかかったでしょ皆さんね、待って待って座って、はい、座って。ゆりちゃんまだ終わってないからね、よく集中してよ、せーの、吸って、よくできました、ご飯をね一気に吸い込んで食べてくれました。そのまま待っててね。さあでもね、見ての通りなかなかいい体つきをしてますね。女の子なんですけどね、体重がですね800キロもあります。ねえ泉ちゃん気にしてるよね、お腹ね、うん、でもね泉ちゃん実は毎日ね頑張ってるんですね、お腹引き締めるため。だいぶ引き締まったのは引き締まってるでしょ、ね、引き締まってはいるんです、ね、だでもね毎日頑張らないといけないのでね、今日も頑張りたいと思います。皆さんぜひ応援お願いします。じゃあお腹を向けていいかな、足を僕が押さえておきましょう。はい、5回いきます。じゃあ気合いを入れていこうね泉ちゃんね、いきます、せーの、腹筋、よし、ちょっと待って、そっちを気にしても何もないからね。はい、下がって、お腹を向けて、よいしょ。じゃあもう足を押さえておくね。転がった、よし、じゃあちょっと、じゃあこっち向いて、あ、どこに行きますか。なかなか振り向いた顔が可愛いね。はい、泉ちゃんこっち、うん、そう、はい、じゃあお腹を向けて、あ、みーちゃんがいないか探したのかな、みーちゃんいないよ、頑張ってね、せーの、腹筋、よいしょ、1回、はい頑張って、2回、そう、足を押さえたからね、はい、3回、はい、4回、なんと完璧、5回、はい、頑張りましたね。さあ今度は泉ちゃんなんですがね、今度はお友達にお手伝いをしてもらって、もうちょっと可愛いところを披露していきたいなと思います。前に出てきてお手伝いしてくれる人、手挙げてください。いない、泉ちゃん手上がってたね、上がってないね、もう一回聞こうかな、もう一回聞く、大丈夫大丈夫、次は手上がるから、ね、はい、もう一回聞きたいと思います。はい、出てきてお手伝いしてくれる人、お、元気がいい女の子がいた。じゃあ一番上の女の子にしましょう。はい、前に出てきてください。皆さん拍手でお迎えください。はい、じゃあゆっくり前に来てね、頑張って、よいしょ。はい、じゃあ真ん中まで来てください。ありがとうございます。じゃあですね、お姉ちゃんには今から泉ちゃんにイライライバーをしてもらいたいと思います。すると泉ちゃんすごいリアクションとります。練習しますか、練習しとく、よし、じゃあ両手で顔隠して大きい声でイライライバーってやってみましょう。せーの、おっと、そういう感じ、うん、どうした、あ、ちょっとびっくりできない、うーん、そうだね、そうだね、 OK、
きい声で偉大なアイパーって言いながらやりながらできる。よし、じゃあ頑張って、もう一回練習しよう。せーの。かわいいね、ずみちゃんね。ずみちゃん、今のでびっくりできそう？あー、ちょっと耳貸して。空気読んでね。よし、頑張ってね。はい、大丈夫、ずみちゃんね。だいぶ空気読める子だから、お姉ちゃんがね、かわいくしても絶対びっくりしてくれるから。はい、じゃあ真ん中まで来てください。おっと、誰か出てきたぞ。よし、そっちを向いてやれるかな、こっちを向いてくれるかな。そう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 、泉ちゃんをびっくりさせましょう。はい、両手で顔隠して大きい声で、せーの、しなさい。泉ちゃん頑張って、もう一回、もう一回、もう一回、元気よく、せーの。手伝いしてもらったお姉ちゃんにはプレゼントがあるんだけど、プレゼントを受け取ってくれますか？はい、じゃあ2つの中からね、選んでください。泉ちゃんと握手か、泉ちゃんとキス、どっちがいいですか？握手？あー、そっかそっか。泉ちゃんはどっちがいい？キス？キスがいい？あ、そっか、キスがいいみたいだけど、キス、お友達握手がいい？もう一回だけ聞いていい？握手かキス、どっちがいいですか？握手だよね、そうだよね、100人握手がいいって言うと思うわ。はい、じゃあ手を出して握手しよう。できるかな？ありがとう。はい、じゃあ気をつけてお席にお戻りください。皆さん、お姉ちゃんに大きな拍手をお願いします。ナイス。はい、ありがとう、上手でした、バッチリでした。はい、さあ、それではね、最後はですね、もうそろそろね、皆さんとお別れの時間になってきました。最後はですね、先ほど友達に、ね、受け取ってもらえなかったキスを皆さんにお配りしたいと思います。なので皆さん、受け取る準備をお願いします。泉ちゃんもしっかり準備をしておきましょうね。キスするときにはやっぱりね、お口をきれいにしてね、はい、ブクブクスケット、はい、ね、はい、ブクブクスケット。はい、じゃあ皆さんは両手を前に出して受け取る準備をお願いします。これからしっかりと飛ばしたいと思いますので、しっかりと受け取ってもらいたいと思います。じゃあ皆さんは両手前出しなさい。全然出してない。はい、しっかり両手前出してくださいよ。いきますよ、泉ちゃんからの、はい、キッセン。はい、しっかりと受け取っていただけたでしょうか。以上でパフォーマンスは全て終了です。最後までのご声援、誠にありがとうございました。それではここからは選手たちに触れる触れ合いタイムを始めていきたいと思います。さあ、後ろからね、先ほどちょっと登場したピーちゃんと、私がね、ホイとブブちゃんもやってきて、3頭でね、触れ合いタイムを始めていきます。さあ、それではですね、選手たちの触り方を説明しますね。触る場所ですが、手以外にしたらどこを触ってもらっても大丈夫です。頭や背中、はい、ブブちゃんにまだね、お腹もぜひ触ってみてくださいね。さあ、普通に選手たち触った後は、皆さんの手にね、とってもいい匂いが残ると思います。右手奥に降りていたところにね、手を洗う水道があるので、こちらでしっかり手についた匂いを落としていてください。さあ、それではお待たせしました。準備ができたお客様から、ゆっくりとロープの前まで遊びに来てください。触れ合いタイムのスタートです。行こうな、じゃねね。